やっとここまで来たのになぁって、うん、もう施設が流れたっていうよりやっとあそこまで育てた石も流れてしまったなっていうのはね、あって、なかなかそこから立ち直って作る気持ちにはなかなかなれなかったんですね。仙台市から車で約50分、こちらは1月21日に開園した鈴木観光いちご園。震災後、栽培面積が以前の3分の1に縮小してしまったのと、いちご不足を防ぐため完全予約制の営業となっています。いちごは甘くて大粒のとちおとめ。今日も雪なんですけど、結構低温も多くて、なかなかこう赤くなるのに時間がかかってますね。まあ、根元まで赤くなるのにちょっと時間かかってる状態で、まあ、半分とか7割、8割赤いっていうのが多くて、もうちょっと熟し加減が欲しかったな。まあ来週再来週もあるんで、またもっと赤くするように頑張ります。午前10時、最初のお客さんがやってきました。午前中に来たお客さんは全部で3組。皆さん、いちごの美味しさに大満足の様子です。美味しい、甘くてこれ中でかいのいっぱいだ。うまい、いや、美味しいですね、甘くて。震災でやってなかったと思ったんですけど、あのそれやってるのって知って、ちょっと来てもようかなと思って頑張ってもらいたいですね。やっとの思いでいちご園再開を果たした鈴木ご夫妻。しかし、元に戻るまでにはまだまだ時間がかかるようです。鈴木さんのいちご園はもともと沿岸部に位置し、海岸からわずか700メートルの場所にありました。当然、震災の津波によって全てが流されてしまいました。新たに土地を探し、知人の協力もあってここまでこぎつけたんだそうです。そして諦めかけた鈴木さんの心を支えたのは、全国から寄せられた温かいメッセージでした。まあ、実際知り合いでも親戚でもないのに、あの、まあ、再会できたんですねなんて形でメールもらったり、あと、まあ、県外の友人からもメールもらったり、それでなんかまたさらに勇気づけていただいた感じですね。亘理町は東北一のいちごの生産量を誇っていました。しかし、震災で250軒あったいちご農家はほぼ全て被災してしまい、営業再開を果たしたのは半分以下の76件。鈴木さんのように全て津波で流され再開できたのはわずか6件。またいちご農家の高齢化も相まって再開を諦めてしまった方もいるようです。亘理町の、その、まあ、浜沿いで砂地で栽培した人たちも塩害でもう作れなくなっているので、今度、まあ、栽培するもう手立てとしては耕作栽培しかないと思うんですね。なのでこう、まあ、ここで得たデータとか栽培方法、知識とか、そういうのは、まあ、もう聞いていただければいくらでも、ね、お教えして協力したいなと思います。やっぱり、みんながこう、ね、みんなが作れるようになって、初めて復興というか、ね、そうだと思うので、やっぱり、亘理といったらいちごっていう風にまた復活してもらいたいというか、はい、亘理町の名産いちご復活へのスタートはまだ始まったばかりです。